まあ、結局、まあ、会社は絶対ダメだなっていうふうに思ったんですよね。人がいいなと思うものを持っているから幸せなんじゃなくて、自分がいいと思うものを持っているから幸せなわけですよ。で、ここは全然違うことなので、自分の実感が大切。どうもしゅんです。こんにちは。今回は楠木健さんにインタビューをさせていただくんですけど、楠木さんはですね、こちらの好きなようにしてくださいという本と、あとストーリーの共同戦略とかで皆さん知ってる方もいると思うんですが、就活をテーマに本日はいろいろお聞きできたらなと思ってます。楠木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回ちょうど3日前に落合陽一さんにも同じ質問をさせていただいたんですけども、楠木さんがもし今の時代の就活生だったら就職するとしたらどういう企業に就職されるかっていうところをまずお伺いしてもよろしいでしょうか。ちょっと前提に戻っちゃうんですけれども、まあ、好きなようにしてくださいっていうのが結論なんですけれども、まあそれは人それぞれ全く違うんですよね。まあ、当然福田さんと僕は違う人間ですし、福田さんにとってものすごく幸せなことが僕にとってとんでもない不幸であったり、まあ、逆もまたあると思うんですけどね。ですから正解っていうのはないわけなんですよ。一人一人が自分が何が好きかっていうツボの部分を押さえた上で、まあ、そんなにね全て思い通りになりませんけれども、好きなようにしていくしかないなっていうのが僕の基本的な考えなんですけれども、はい、僕は自分の気性とか好きなこと嫌いなことを当時学校終わる頃22歳ですけれども、まあ、その時に振り返ってみた上で、まあ、結局、まあ、会社は絶対ダメだなっていうふうに思ったんですよね。だから被災の時点でも分かってたっていう感じなんですか。僕以外にも多くの方がそうだと思うんですけれども、何が好きかっていうことよりか何が嫌いかっていうことがずっと分かりやすいと思うんですよ。まあ、22、3年も生きてればですね、それなりにいろんな経験があって、それは職業経験ではないんですけどね、生活したり社会の中でいろいろな経験をしてきて、自分が非常に嫌だったこととか、向いてないなと思う、不得意だなと思う、苦痛だなと思うことっていうのはいろいろとあると思うんですよ。それなりに20数年で積み重なってるんで、僕がその学校終わる頃に考えたのは、何がとにかく嫌なのかというとですね、まあいくつかあるんですけれども、僕は人と働くのがダメなんですよ。いわゆるチームワークですよね。頭の中ではチームワークが非常に意味があって、一人で達成するよりかチームで達成する方が喜びが深いっていう人が当然いるわけで、僕は頭ではきっとそういうことだろうなっていうふうにわかるんですけどね、もうみんながよしとか言って盛り上がってるともう嫌なんですね。当時で言うと、まあ昭和時代ですけれども、学園祭だとか小学校や中学校の時の運動会だとか、大学生の時もなんか合宿行ってみんなでこうイエーイみたいな、そういうのがとにかくどうも向いてないなと。ありがとうございます。嫌いから自分の仕事を見つけるという視点はほとんどの就活生が意外としてないなっていうのはすごく思いました。あと僕自身も自分の好きなことが今見つかっているかっていう感覚はまだわからないなっていう感じなんですよね。この嫌いなことは明確だけど、好きなことはまだ見つかってないなっていう感覚がすごくあります。やっぱり実感が大切なんですね。自分に嘘をつくのは良くないんで、人がいいなと思うものを持っているから幸せなんじゃなくて、自分がいいと思うものを持っているから幸せなわけですよ。で、ここは全然違うことなので、自分の実感が大切。ところが、もしかしたら就職活動している時とかは、人がこういうことがいいと思っているとか、こういう会社がいいと思っているとか、そういう他人と比較して自分の実感が得られないような方向に流れる恐れもあると思うんです。そうした時に仕事の経験がかけられている段階では、やっぱり一番自分で実感が持てるのは何がすごく嫌だったかっていう、まあ逆に何かに打ち込んだことがある人は、はい、まあこういうことがすごく自分は楽しくて好きだっていう、そういうこと見つかればそれに越したことないんですけれども、いずれにせよその自分がこう実感を持って言えること、まあそれは仕事をしたことがない以上ですね、業種とか産業とかいうことじゃないんで、一旦抽象化して抽象的な価値基準を自分で発見して、まあ、それが自分の好き嫌いのツボだということだと思うんですけれども、そこからまた具体的な選択肢、例えば会社に入るのか入んないのかとか、まあ、大きな会社がいいのかとか、もうちょっと小さくて若い会社がいいのかとか、まあ、そういう具体的な選択肢に降りてくるべきだと思うんですね。ですからその時の判断は、一度抽象化し得られた自分の価値基準、これしか寄り所はないっていうことなんですよね。いや本当そうですね。世の中的に大企業がいいとか、周りの先輩が言ってたからとかって
ていう価値基準がそもそも間違っていて、自分の中にしか正解がないっていうところはおっしゃる通りだなと思っています。好きなようにしてくださいって言ってるのは、一人一人違うんで、もう自分の心に聞いてみるっていうことしかないと思うんですよ。ところがその仕事をしてない頃はですね、心に聞いたとしても君はマーケティングが好きなんだよとか言うわけないんで、そんなのは全部嘘だと思うんですね。まあ、とにかく自分ニュースを作っていう、これ一度やっちゃうとどんどんそっちに流れていく恐れがあるので、まあ、この辺は僕は要注意じゃないかなと思うんですけどね。そうですね、知らないうちに嘘をついて他人の価値基準で生き続けるっていうことになるっていうことですよね。他人というか世の中がある程度こう最大公約数というか、ある種のコンセンサスとして持っている、こういうことが良いことで優れたことで、こういうことはそれと比べると良くないことである、まあ、この出来合いの基準に乗っかるっていうことが僕は不幸の始まりだと思うんですよ。おっしゃる通りだと思います。そういう意味で僕は幸せになりたかっただけなんですけど、まずはこう不幸を避けようということをやっぱり考えましたね。本当そうですね。なんか就職活動という枠組みに入っちゃうと、どうしても世の中的にいいとされてるものを目指すとか、受験勉強と同じようにいい大学いい企業に入ったら勝ち組みたいな風潮は少なからずあると思うんですが、もうそもそもそういう風潮自体をなくすことが、まあ社会構造的には大事だなと思いつつ、とはいえ今の就活生にとっては、まあその枠組みに一回乗っちゃったとはいえ、自分の価値観で不幸せを避けないと結果的に世の中的な成功を得たとしても幸せにはなれないっていうことですね。だと思いますね。裏返せば幸せになれればそれでいいわけで、例えば受験勉強をしたことがある人とか、まあ、そういう経験があればですね、就職活動を勝ち負けとして考えちゃうのは、まあ、仕方がないことなんですけれども、本当にそれで自分が幸せになれるのかなっていうふうにちょっと考えてみると、確かに毎日気分よく暮らしていくっていうことが幸せですから。いや、本当おっしゃる通りですね。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。